ブライス交差点の戦い、ブライス交差点の戦い、ブライス交差点の戦い、A、バトルオブブライス、S クロスローズは、南北戦争中の1864年6月10日に、ミシシッピ州、リー軍のボールドウィン近くで行われた戦闘である。南軍ネイサンベッドフォードフォレスト少将が率いる4787名の文献隊が、 北軍サミュエル・ディ・スタージス准将の率いる8100名の軍勢と対戦した。この戦いは北軍の階層に終わり、フォレストの偉大な騎兵指揮官としての名声を格好たるものにした。この戦闘は勢力で劣る部隊が戦術や地形を生かし、積極的な攻撃を行うことで勝利を得た例として教科書に載っている。この勝利にもかかわらず、南軍は アラバマ州とミシシッピ州から一時的に北軍追い出す以外ほとんど得るものがなかった。北軍のウィリアム・シャーマン少将はフォレストの騎兵襲撃による破壊行動のためにテネシー州を抜ける元々脆い供給船と通信船が深刻な危険にさらされていることを以前から承知していた。フォレストの活動を止めるためにスタージス将軍に約8500名の部隊で 北部ミシシッピ州とアラバマ州を抜け、ホレストとその部隊を破壊するよう命令した。スタージスはいくらかの疑念と不安を抱いた後で、6月1日にテネシー州メンフィスを出発した。南軍のスティーブン・ディ・リー少将は、スタージス軍の動きを知って、ホレストに警告した。リーはまた、ミシシッピ州をコロナで、ホレストの部隊と落ち合う計画を立てたが、 フォレストには適当と思うように行動するよう伝えた。フォレストはすでにテネシー州に移動中であり、その騎兵隊、一個師団に満たない数をスタージス軍に向けたが、北軍の意図がわからないままだった。フォレストは、まもなく北軍がブライス交差点から南に約15マイル、リー軍に位置するチューペロを目標にしていると正しく推測した。次軍は、 勢力でかなり負けてはいたが、リーを待つよりは、スタージス軍を撃退することに決め、スタージス軍の通り道に迎え撃つ場所を選定した。ホーレストは、現在リー軍にある、ブライス交差点を選んだ。そこは四本のぬかるみ道と深い森があり、東から西にかかる一つの橋があるだけのティショミンを、クリークが自然の境界になっていた。ホーレストは、 北軍の騎兵隊が不評隊よりも三時間先行していることを見て取り、まず騎兵隊を攻撃して、敵の不評隊が急いで救援に来るようにさせる作戦を立てた。その不評隊は急いだために疲れ切っており有効に救援できないであろうから、そこで南軍は北軍全体を西のクリークの方に押していけばよいと考えた。フォレストはその部隊の大半を近くの二つの町に、 派遣し待機させた。6月10日午前9時45分、北軍ベンジャミン・グリアソン騎兵士団の一個旅団が、ブライス交差点に到着し、午前10時半に戦闘が始まり、南軍は一個旅団で引き延ばし作戦を行った。続いて、フォレストが騎兵隊の残りに交差点周辺に集まるよう命じた。北軍騎兵隊の残りが到着して支援したが、 南軍の強力な攻撃で間もない午前11時半には押し込み始め、そこへホレスト機兵隊の残りが戦場に到着した。グリアソンは不評の応援を要求し、スタージスが応じた。前線は北軍不評の最初の連隊が到着した午後1時半まで到着した。北軍の前線は不評で当初は支えられ、一時は機運を掴んで、 南軍左側面を攻撃したが、北軍副評隊の残りが、戦場に着く前に、フォレストが左右翼と左翼から攻撃をかけさせた。戦闘のこの時点においてフォレストはその砲兵隊を前に出し、防御もないまま北軍陣地から、ほんの数ヤードの距離で、北軍前線に武道弾を放たせた。スタージス軍は、大きな損失を受けて、交差点の周りに東を向いて、 半円状の密な前線を再構築させた。午後三時半、南軍の第二テネシー騎兵隊がティショミンゴ川に架かる橋のところで吸収をかけた。この攻撃は失敗したが、北軍の中に大変な混乱を生じさせ、スタージスは全軍退却を命じた。テネシー部隊はなおも圧力をかけ、北軍の退却は橋がボトルネックになって強行にとらわれた。 海藻に変わった。それに続く、乱れたままの闘争と追撃はメンフィスまでの六軍に、及び、その後疲れ果てた南軍が追撃を止めて退いた。南軍の損失が四百九十二名だったのに対し、北軍の損失は二千百六十四名、千五百名の捕虜を含むに上った。ホレストは、莫大な武器、大砲と弾薬、さらには、多くの物資を手に入れた。 スタージスは降格され、遠く西部に左遷された。この戦闘後、北軍は再びフォレストが黒人兵を虐殺したと告発した。しかし、歴史家たちは、後の捕虜交換の結果では、北軍の主張する不均衡な黒人兵の暴立という主張を弱めることになったので、この告発は不当と考えている。この戦闘は1929年に設立された。 ブライス交差点国立戦場史跡に記念されている。アメリカ合衆国国立公園局は、交差点の周辺1エーカーに記念碑と説明板を立てて維持している。ここ測って、ブライス家の家が建っていたところである。ブライス交差点博物館が、戦場からほんの1マイルちょっと離れた、ボールドウィンにある。ブライス交差点は、南北戦争の戦場の中でも最も美しく、 保存された場所の一つと考えられている。1994年、関心を持った地元の市民が、ブライス交差点国立戦場委員会を結成し、戦場跡を広げて保存することになった。南北戦争保存信託、元南北戦争戦場跡保存協会と、南北戦争信託からの援助あり、また、連邦政府、州政府及び、地元自治体政府の援助もあって、 ブライス交差点国立戦場委員会は昔の戦場跡800エーカー以上を購入し保存した。その土地の大半は現在も戦場跡の土地を所有しているトゥーペロのアグニュー家から購入した。現代のベサニー長老派協会が交差点の南東側に立っている。戦闘があった時、この協会の集会所はボールドウィーン道路に沿ったさらに南にあった。しかし、 国立公園局の記念碑に隣接するベサニー墓地は南北戦争以前からあった。この地域の初期開拓者の多くがここに埋葬されている。この戦闘で戦死した南軍兵90名以上の墓もこの墓地にある。この戦闘で戦死した北軍兵は戦場の共同墓地に埋葬されたが、後にメンフィスの国立墓地に移送された。ブライス交差点の道路はボールドウィン。 トゥーペロ、リプリー及びポントトックに通じている。トゥーペロは歴史あるリー軍の軍長所在地である。その道は今日舗装され、リー、プレンティス及びユニオンの各軍に通じる主要道路であり、国立戦場跡を通った数多くの車が他の目的地に向かっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。